おはようございます。ラブ川崎です。はい、田中さん、オリンピック見てますよね。もちろんですよもうどのチャンネル見ていいかわからないのよ。これ家にテレビ何台も欲しいぐらい。モニタールーム欲しいよね。そうだって変えてる間に電入ってたりなんかするじゃん。おーってなるじゃん。変えた時に限って入るんですよね。そう面白いね、やっぱスポーツってね、なんか見てる側もなんか熱くしてくれるし、なんかテンション上げてくれるよ ね、で今日は夕方サッカー準々決勝があるでしょ。そうサッカーといえばね、川崎のね選手いっぱいいますからね。そう出身だったり川崎のチームだったりとか、ゆかりある選手がね、他の競技もそうですけどね、川崎の人いっぱいいますもんね。そうなんか余計にね私たちも応援に熱が入りますよね。ラブカーとしてはやっぱ熱入るよね、たっぷり。で今日18時からね、そう、ベスト4をかけての試合ですね。私たちもねたっぷり家から応援しましょう。本当ですね、家からですね。さあ今日も元気に参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ今週もオリンピックに負けない熱い川崎お届けしましょう。負けてませんよ、こちらの方ですプレゼンターの的場かりんです。よろしくお願いします。負けてないねかりんちゃん元気にいきます。かりんちゃん見てますか、オリンピック。見てます、すっごい見てます。すっごい見てます、はい、あのさっきちょっとお話し上がってたあのサッカー、あの川崎出身の久保建英選手。そうなんだよね。私ね、同い年なんですよ。ほー、そうなんです。ちょっと同じ年数生きてるのに、こんなにもこう大人っぽいじゃないですか、やっぱり。まあ、大人っぽいね、そうね、いろんなことを経験してるなって感じはしますね。もう世界を知っている方なので、すごい刺激をもらいながら応援してますね。確かに同世代が頑張ってる姿ってすごい刺激になるよね。そういった目線もあるもんね。はい、今回のテーマはこちら、潜入シリーズ火力発電所ジェラ編ということで、 お二人は川崎に火力発電所があることはご存知ですか。知ってます。お僕はあの別の番組ですけど、はい、その敷地内を走らせていただきました、なるほど、走ったの、そうランニングの番組で、行かせていただきました。めちゃくちゃ広いよね。そうなんですよ、すごく広いですね。あのジェラは東京電力と中部電力によって2015年に共同で設立された会社で、火力発電といえば日本の電力の8割を、賄っているということで、とても重要な施設になっています、また工場夜景のこちらですね、フォトスポットとしても人気な場所で、今回はそのジェラ川崎火力発電所の内部に潜入してきました、ないよね、どんなになってるのか全く想像つかない、ワンワンのような確かになってそう、そう火力発電所だって、そうですね、そんなイメージですよね、そうだよね、実際中はどうなっているんでしょうか。潜入してきました。 VTR どうぞ。失礼します、こんにちは。どうもこんにちは、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。あれ、ここ60周年なんですか。そうなんですよね、ここ発電を開始してから7月で60周年を迎えたんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そしていつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ジェラ川崎火力発電所は24時間稼働していて、1日におよそ98万世帯に送れる量の電気を発電しています、敷地の総面積は28万平方メートル、東京ドーム6個分の広さになります。としか言いようがしないね。ジェラって何の略なんですか。的場さん、ジェラって何の略か分かります。おお、逆質問。そうですね、ちょっと当てに行きますね。行っちゃってよ。ジャパン、合ってると思う。エネルギー、リアル、笑いましたねエリア、どうでしょうか。残念、でも欲しいですね違う、欲しいんです、略で言うと、ジャパンエネルギーエラ、日本からグローバルへ、日本のエネルギーを新しい時代にということで、言われております。なるほど、新しい時代に。いろんなエネルギーをこれからもですね、新しい時代に向けて、取り組んでいくところです。なるほど。ということで早速発電所内部へ潜入の前に、皆さん火力発電所の仕組みって知ってますか。分からない。火力発電ってどんなイメージ。火力発電ですか。炎が
メラメラっとボーっとこういっぱい何かしらで燃えていて、もう何かを回して摩擦でこう何かしか分かってないみたいなだけイメージだけなんですけど、はい、川崎火力発電所ではこのようなシステムで運転しています。はい、まずは燃料です。燃料は液化天然ガスを使用しています。はい、そして空気を圧縮する圧縮機、この2つで燃焼させる燃焼機、ここで初めて燃焼するわけですけども、その燃焼の力をガスタービンで回転させているわけです。回転は合ってるんですね。合ってますね。その後なんですけども、そのガスは熱を持ってるんでボイラーに行きます。ボイラーボイラーでは水が入っているので、水が吸水されたものは蒸気に変わると。蒸気に変わったものはタービンへ、蒸気タービンにかけですね。はいはい、でこの2つの仕組みで運転しているわけです。はい、なので蒸気タービンとガスタービン、はい、この2つの力を、コンバインドさせて、コンバインドサイクル発電という形で運転しております。もうじゃあもうそのガスタービンと蒸気タービンが回ることによって電気が作り出されている。はい、中でも今回はそのガスタービン、蒸気タービンを見させてもらいます。うわ、これは、はい、こちらがマック2になります。これが噂のマック2。はい、まあ、あの青いカバーの中に隠れているところに先ほど言ったタービンというものがあるんです。あ、なるほど。まずはですね、ご紹介させてください。はい、こちらになります。あの一番奥側にですね、はい、あるガスタービン、はい、これがですね3000回転に回ってるわけです。3000回転もするんですか。はい、どのくらいの時間でですか。1分間に3000回転。1分間。はい、手前側なんですけども、はい、あの青いカバーで被ってるのが次が蒸気タービンになります。わー、なんか迫力がすごい。こちらもですね、手前側のところにかかってまして、はい、まあ、同じ一つの軸で回転しろので、こちらも3000回転で1分間回転します。なるほど。こちらの Mac 2は世界でも最高水準の発電システムと言われています。ではどの部分が優れているのか、全世代のシステム Mac と比べて聞いてみると、熱効率が違います。熱効率、はい、燃料の消費量に対して、はい、Mac 2については 61%が電気に変わっていくんです。なるほど。マックについては 59% となって、こちらも高効率になって運転してるんですけども、はい、まあ、1% の熱効率が上がることによってですね、 CO2 が190トン年間ですね、ごめんなさい、190万トン、マット、はい、年間削減することができるんですよ。じゃあもうその CO2 をなるべくこう削減することによって、地球温暖化とかも、はい、もう環境にすごく優しいんですね。そうですね、すごいね。ということでした。 1% で190万トン削減できるの、そう、ちょっと量が想像つかない。いや、だから 2% だから、うん、Mac と Mac 2で 2% でしょ、だから380万トン削減できてるってこと、うん、だからその 1% を減らすのにすごいその経験と技術がもう投入されてるわけね。そうね、すごいね、最先端があそこになるということですね。はい、世界最高水準ということで、はい、とても環境への配慮が行き届いたジェラですが、現在目指しているのはジェラゼロエミッション2050、こちらは2050年までに発電の際に発生する CO2 の排出量をゼロにするというものです。会場に大規模な風力発電を設置したり、火力発電にはアンモニアや水素を利用する方法で実現を目指しています。なるほど、ゼロになっていくんだ。でもぜひ実現していただきたいですね。それがやっぱ地球としてのやっぱ大事なことでなんだよね、多分ね。そして後半はさらに関係者以外入れないというボイラーの上に潜入してきました。 VTR をどうぞ。さあ、外にやってきましたが、はい、ここはどんな施設なんですか？ですね、こちらに見えるのが排熱回収ボイラーっていうんです。ここの部分になります。おー、なるほど、ここまで来たんですね。ガスタービンで使用した燃焼ガス、はい、こちらがですね、ここに通りまして、はい、先ほど水が蒸気になる、そのような役目。それも蒸気が蒸気タービンに行くっていうようなイメージですね。なるほど、ここで作られた蒸気が蒸気タービンを回してるんですね。はい、そこで仕事してます。ってことは、ここでいっぱいこうお湯じゃないですけど水が
沸騰してるってことですか。そうですね、まあ、この中で私も見た時もないですけども、うん、まあ、グツグツ沸騰してるんだと思います。なるほど。今回はですね、許可いただいてますので特別に上まで案内していきたいと思います。いいんですか。はい、ここ普段は絶対に立ち入れる場所じゃないですよね。そうですね。いやー、ラブ川崎やばいな。うわー、すごい。なーい、私工場とかの景色がすごい好きなので、ね、嬉しいです、はい、入れて。屋上まではとにかく配管だらけ、うん、大きさはそれぞれで中には水や蒸気が通っているんだそうです。うん、すごいね、かっこいいね。これ下見るとすごい怖いですね。怖いですよね。よいしょ。さてさて、こちらが排熱回収ボイラーの最上段になります。すごいね、すごい景色。気持ちいい。なかなか見れないですよこれ。今日は天気がいいのでね、羽田空港やら東京方面のスカイツリー、これ何で見たら相当だね。うわ、映像でこの綺麗さだもんね。それではちょっと最後になってしまうんですけども、川崎市にある火力発電所として今後大切にしていきたいことなどってありますか。ですね、川崎火力発電所は、まあ、発電開始してから、今年で60周年経った発電所になってます。運転当初からはですね、燃料も発電方式もね、変わってきまして、今の最高水準に当たるですね、61% を誇る、発電設備になっています。あとですね、川崎の火力の広報ではですね、いろいろなところにですね、出向いてですね、イベントに参加したりですね、あとリモート見学などもですね、実施してますので、ぜひ、こちらもですね、川崎から生まれる電気とともにご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。これからも川崎の電力をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでした。出張授業とかリモート見学ですか、うん、子どもたちにはたまんないよね。そうですね、なんか気にもなってないかもね。スイッチつけたら電気がつくじゃん。その電気がどこで作られてるかって多分、うん、気になってないよね。確かに考えたこともない可能性もありますもんね、うん、それを知れるっていうのはすごいいいことだよね。そうで、これを機にいろんな発電の方法とかを学んでほしいですよね、はい、ちなみに現在ジェラのホームページでは、うん、お子様が恐竜のキャラクターと一緒に楽しくエネルギーを学べる自由研究のコンテンツを公開しています、うん、楽しく簡単にエネルギーの実験ができる方法が掲載されていますので、うん、ぜひ活用してみてください、はい、夏休み1個宿題が埋まっちゃいますねこれね。確かにね、ありがたい。これで一つ終わる。的場さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはプレゼントです。今回はジェラのノベルティグッズを5名様にプレゼントします、はい、ご希望の方は8月7日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。そしてラブ川崎では皆様からのご意見やご感想、そして僕たちへのメッセージもお待ちしております。はい、はがきもしくは番組ホームページのメールフォームからお送りください、はい、そしてあなたしか知らないような川崎ございましたらぜひ送ってください。川崎のこの隙間にこんなあるんですけどみたいのいいですよね。お願いします。どうだろう。ということで今日は火力発電所ジェラ編お送りしましたけれども、はいはい、火がメラメラと燃えているわけではなかったんですね。なかったね、うん、だから新技術でやっぱり電力を起こしているということですね、うんうん、どんどん進化してるんですねエネルギーも ねどうでした。いや初めて火力発電所の中に行ったんですけど、うん、そういうやっぱイメージがメラメラだったので、はい、なんかもう自分が思ったより最先端行ってるんだなと思って、ね、また来週です。